キムチはしんちゃんです。さあ今日は59号でございます。今日するところは、はい、3階南側の柱を立てるですね。準備するものとしてはカッティングシート、はい、切ってます。じゃあまず襖を作っていきましょう。まずは良いコラセ1の1から4、このままここまでか。よし、これまで OK。 じゃあ次は、あ、出た、3と9のステッカーを貼ります。3と9のステッカー、3は2の裏、9は8の裏、番号と上下を間違えないように貼ってください。ちょっとわからんな、これ。こいつは裏貼るけど、他は裏貼らんってこと？これ8やったな。これ8、10。8、10。これとこれだけか。え？これとこれに？これに3。3の1を貼るよか。だから、この順番。この順番。この順番ね。はい。え？違う、間違ってる。これが1やもんな。これ1や。1、1、1、危ない、間違うとこやった。よし、オッケー、できたよ。よし、これは置いといて、次貼り終わったよ。次敷居を組むか。敷居を組むやけど、どう置いとく？よっしょ、これが1やな。ちょんがけにしといて、でこれが2番やったな。よし、オッケー。これをこのまま置いとこう。で、次。今度は、敷居を作るのね。敷居1、2、え？ 8、9って、これやん。これが8。長さが違うね。これかな。ちょっとだけ短いんか。ちょっとだけ短い、これ、はいはいはい、合うてる合うてる。10がこれ、よっしゃー、オッケー。次は柱を立てる。13、これか。まず13、穴が側面の7インチはやや上になりますが、こっちが下でいいな。これが13、ここか、こうかね。
よし、こんなもんかね。よし、はい、ではでは、ここまでかな。はい、ではここまでで、これで今後の作業終了です。これにて59号おしまい。ありがとうございます。